出張版アット超会議2018始まりました。はい、盛り上がってまいりましょう。ありがとうございます。はい、ということでじゃあ自己紹介まいりましょう。お願いします。まずは MC を務めます椿凛子こと椿アナです。みんな楽しんでってくれよな。あ、拍手がこんなにたくなるの急に。そうです、もう、ね、ブーイングの嵐でございます。本当にすごい部が、はい、よろしくお願いします、はいはい、でも会場はひとまとまりになりました。あ、よかった。コメントでチーンっていっぱい流れてます、はい、ありがとうございます。時間差のチーン。いや、これがないとちょっとね、安心できないっていう部分がありますから、うん、はい、楽しんでてくれよな、はいはい、そしてはい、同じく MC を務めさせていただきますバッファロー五郎竹若です。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。僕も一応ですね、はい、なんかあんま関係ないかもしれないですけども、はいはい、アスフェルト学園、部活動とかして、はい、僕もなんか卒業なんかをなんか感じようと、味わいたいな、一生懸命ちょっと、準備してまいりましたので、はい、今日は楽しみにしております。お願いします、はい、よろしくお願いします。さあ、では本日一緒にステージを盛り上げてくださるゲストの方ご紹介してまいりましょう、はい、まずはドラゴンクエストといえばこの方、生みの親、そしてゲームデザイナーの堀井裕二さん。よろしくお願いします。どうも堀です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみましょう、はい、ね、来ていただきましたよ、本当に。そうなんですよ、堀井さん、はい、ね、党会議ですけども、ね、そう、すごい人ですね、ね、盛り上がっております。盛り上がってます、はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ、続いてはドラゴンクエスト10プロデューサーの斉藤陽介さん。
リッキー見てる。ドラゴンクエスト10プロデューサーの斉藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は肌ツヤもだいぶ良くなったようで、そうですね、はい、バッチリですよ。大丈夫ですか、前回ちょっとね、体調が、うん、心配しておりましたが、大丈夫ですかね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、続いてはドラゴンクエスト10ディレクターの安西隆さん。はい、皆さんこんにちは、ディレクターの安西です。今年のバレンタインはですね、姫屋様もベルマもいないので、新バージョンと3人娘に全員投票しました。ありがとうございます。来年はミレアードもきっといっぱい活躍しますし、はい、朝日ちゃんとかカミルとかもいると思いますので、はい、今年も1年新バージョンの方よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。朝日ちゃんもなどね、はい、さあ、そしてドラゴンクエスト10テクニカルディレクターの青山浩二さん。はい、皆さんこんにちは、ドラゴンクエスト10テクニカルディレクターの青山です。ちょっと地面なんですけど、浩平さんのパソコンでなんか設定が違うみたいなんで、スタッフさんもし可能だったらパッドの設定見てください。さすが山さん。というわけで本日はよろしくお願いします。お願いします。優しい青山さん、ね、気遣いが。こんな時までテクニカルをね、本当にチェックしてくださる、全てを。ちょっとは休んでほしいんですけどね。そうですね、はいはい、改めていつも通りの、ね、設定に、はい、変えていただきたいと思います。さあ、では本日このステージで卒業試験、卒演式をね、迎えます。第6期初心者男子のみんなをご紹介してまいりましょう。はい、まずは浩平から。皆さんこんにちは、ファイヤー。ドラゴンクエスト10第6期初心者大使、ラリルレロッキーリーダー、炎の初心者大使こと高野浩平です。よろしくお願いします、ファイヤー。しゃあ、ちょっと連発ですね。なんだろう、いい、最後だから、もう気合いが入りまくってますね。はいはいはい、残さずに全部出し切りたいと思います。出し切りたい、はい、出し切るファイヤーですね。気合入っております。はい、よろしくお願いします。さあ、続いては海野。はい、第6期初心者大使河村海野です。今日はだいぶ緊張してるんですけれども、頑張って勝ちたいと思います。よろしくお願いします。はい、頑張ってね。さあ、そしてリリー。はい、ドラゴンクエスト10第6期初心者大使、ニモパン大使を卒業かと思いきや、またニモパンになっちゃったリリーこと大塩リリカです。よろしくお願いします。はい、お願いします。ニモパンって言ったのね、うん、はい、ニモパン大使です。何を言ってんのかなと思ったよ。ちょっと芋パンって聞こえて、ね、どういうことみたいな。いつも荷物がパンパンってことですね。はい、はい、今日はね、頑張っていただきたいと思います。お願いします。はい、なんかもう振るだけで泣きそうで、ちょっと竹若さん怖いんですけど、ね、ちょっとあの人何言っても、もう今もう本当にね、1たす1は2って言うても泣きそうなんで、ね、何言っても泣きそうなんでね。、はい、やばいですよ本当に、ね、はい、じゃあちょっと日高、自己紹介お願いします。はい、第6期ドラクエ10初心者大使日高です。半年間本当にありがとうございました。いやいや、まだまだまだ試験受けてよ、コーナーまだだから、ちょっと、うん、だんだんネタにしてない、ちょっと、はい、今のままやったら退学扱いや。まだ試験してないから。そうですよ、はい、まあ、でもね、試験頑張っていただきたいんですが、頑張りましょう。あのローキのみんな、ちょっと一回せっかくだから立ってもらいますよ。ちょっとあのね、衣装みんな統一してきたんだよね、はい、ラリルエロッキーということでね。はいはいはい、はいはいはい、ね、これ浩平どうしたの、これ、これあの昨日みんなで買いに行きました。ねえ、わざわざ、せっかくその卒業っていうことなんで、うん、あのなんかお揃い的な、はいはい、こうできたら、白シャツと、ね、白シャツそれぞれのカラー、そうですね、色を入れてっていう感じで、うん、はいはい、僕赤で、これは分かりやすいね、分かりやすい、似合ってる、うん、はい、ありがとうございます。青で、はい、青で、黄色で、緑です。もうちょっといい緑なかった。これみんなで選んだ色なのに、うん、裏で椿さんに舞台に立つ人の色じゃないよ。そんなこと言ってないけど、あら、ずいぶん地味な色の着てきたのね、卒業なのにって言って、大丈夫、みんなで決めたんですからね。なるほどね、うん、みんながこの色がいいと、うん、はい、あ、ごめんね、立って、ありがとう、座ってくれて、ね、はい、ということで、というわけでございまして、はい、今日はこの豪華なメンバー、はい、そして会場の皆さん、そしてニコ生ご覧の皆さんと一緒にこの卒業試験を、はい、見守りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。そして安西先生からも最新情報もお届けしますので、あとね、よろしくお願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、
ということで、まあ、普段は、超ドラゴンクエスト 10TV はですね、まあ、月一のペースで最新情報、はい、そしてバトルチャレンジなど、ニコニコ生放送を通じてお送りしておりますが、本日はね、うん、こちらの会場で、そうなんです、頑張りましょうよ、出張版ということでね、はい、会場の皆様とも盛り上がりますけども、ニコ生見てる皆さんとも盛り上がりたいと思います、はい、ニコ生のみんな見てる、よろしくお願いしますお願いします、ね、コメントね流れますけどもね、声援をよろしくお願いしますよ、お願いします、はい、さあということで、超ドラゴンクエスト 10TV 出張版アート東海議2018、まずはこちらのコーナーから参りましょう。安西先生、忘れ物はないですか？大丈夫です今日はないです。本当ですか？今日もないです。今日も、はい、今日もないです、大丈夫です。それは嘘です、はい、忘れたことしかないよね。そうです、いろいろ忘れてるからね。昨日はここにたどり着けなかった。そうなんですよ間違えたんですよ、ね、西船橋に着いたら、はい、どっちのホームにも海浜幕張って書いてあるんですよ、はい、ひどいトラップじゃないですか。いや、トラップじゃないでしょ。トラップですよ、あれ最近はもうナンバーホーム行ってくださいとかも出ますし、で、あの、うん、ホーム上がったら、はい、あのその電車が行っちゃって、あれとかって思ってなるほど、なるほど、次来るの20分後だったんで、はい、間に合わなかったです、すみません、はい、そうね、なんかやだ、この話でも日高が泣きそうなのがやだね、頑張ってらっしゃるみたいな、ね、はい、はい、安西先生、よろしくお願いします、よろしくお願いします、お願いします。はい、それじゃあスライドの方お願いします。はい、バージョン 4.1 最新情報についてお話しします。とはいえですね、はい、今日あの先ほどもちょっと言ったんですけど、何を話すか困りまして、はい、まあ、どうしてかというと、まあ、今日は何と言ってもね、大使の方が主役ですし、うん、あの 4.1 の最新情報をお話ししてからあまり日も経ってない上に、はい、4.1 もまだ公開してないんで、正直話すことがなかったんですよねですので今日は最新情報というよりか開発の裏話みたいなのをちょっとしたいかなと思います。いいですね、そういうの聞きたいですよ、はい、ではスライドの方お願いします。アストリティアキャラクターズファイルアクト2吠えろトビアスについてお話したいと思います。やったー、大好き。はい、結構皆さんあの第2弾がトビアスだったの意外だったんじゃないですかね。はい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 、はい、まあ、なんかあの隠れトビアスファン結構いますよ ね、うん、ね、私大好き、はい、会場のいらっしゃる方、トビアス好きって方、あ、ほらいらっしゃった。ああ、まあ、でも2人ぐらいですねそのうちの1人が斎藤 V っていうね。なるほどなるほど、斎藤 V、 結構スタッフの間でやっぱり人気があるというかね、う、はい、そうなんですよね、はい、じゃあ次のスライドお願いします。この話にはネタバレが含まれていますんで、バージョン3以降のメインストーリーをクリアしてからご覧ください。はい、まあ、とはいえね、そんなに劇的なことは今日出していませんので、まあ、ちょっと出ますけれどご容赦ください、はい、ロッキーのメンバーがちょっとねはい、目を押さえてねはい、次お願いします。はい、主人公はナドラガンド教団長トビアスになります。はい、最初に登場した時はこの教団の字が違ったんですけれど、はい、あのクリアしていただいた方はお分かりだと思いますが、うん、教団の名前が変わっております。はい、はい、次お願いします。うん、まあ、下の方にね、5つの領海がつながったとはいえ、この地、この地をはじめ各領海ではまだ厳しい生活が続いていますと、はい、竜族はですね、まだまだ厳しい生活を送っていて、トビアスは教団長として非常に大変な立場にいます。はい、次お願いします。うん、あら、こちら、初登場の可愛い女の子ですね。かわいい。名前は、ちょっとお話に関わってきますので、ここでは伏せておいてください。おお、ロリじゃない、これいや、ロリでしょ、これは。ロリじゃない、リッキーの香りしかしないんだけど。あ、でも、わかりますわかりますわかりますじゃあ、後ほどその辺も、後ほどね、はい、次お願いします。なんとトビアスにですね、はい、次お願いします。ある疑惑が発覚します。俺みたいになってますね。まさか俺なのみたいな感じ。はい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 、はい、ロリ、あの子との何かしらの隠し子疑惑って感じだよ。いや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 、まあ、そこはぜひぜひコメント予想してますよ、ロリ疑惑、隠し子疑惑。はいはいはい、はい、はい、次お願いします。こちらですね、水の妖怪のこの兵団のリカスとかですね、はい、案外リカスさんとか人気あるんですよね。各妖怪のキャラクターもこんな感じでたくさん出てきますので、そちらの方も楽しみにしてください。はい、この人たちいつも大変ですって言って走ってきてリアクションです。でも結構細かい性格設定がしてあるんで、なるほど、セリフの方も NPC のセリフの方もぜひ見てもらえるといいかなと思います。はい、次お願いします。おー、トビアス何か悩んでます ね、攻められてる感じもしますし、うん、後ろの3人組もね、意外と人気あるんですよね、はい、名前忘れちゃった
忘れてんですかちょっと、ね、覚えてたんだけどごめんなさい、はい、忘れました、うん、ダチョウの人たち、ダチョウの人たち、はい、次お願いします、はい、次行こう、おあれ、はい、あれこれはバージョン 3.0 から登場していた邪悪なる意志ですね、はい、はい、あれこの人、ちょっとこれ、これ以上はちょっといろいろ話せないけど、そうですね、あれ大変なことになるじゃないですかそう、あれ、はい、次お願いします、はい、皆さん気にされてると思うんですけど、まあ、今回の話ではトビアスが真の実力を発揮できるかどうか頑張っております、いつもダメなんですけど、はい、はい、いい感じじゃないですかこれ ね、 でもハテナってところにちょっと一抹の不安が、はい、次お願いします、はい、アストリティアキャラクターズファイルアクト2ホエルトビアス3月中旬ぐらい、ホワイトデーのイベントが終わった後ぐらいに全3話を配信予定です、はい、リーネの時はですね、中1週間中6日で3話放送し、配信していたんですけれど、はい、まあ、もっと早い方がいいというふうなご意見をいただきまして、今回は中3日、大体1週間で、3話を配信する予定です、早い、で、まあ、今日のお話なんですけれど、本当はですねトビアスってキャラクターズファイルの候補者の中に載ってなかったんですよ、はい、やっぱり順位的にも、ね、全然低いというか、それがなぜかっていうと、はい、元々、トビアス外伝という名前で、バージョン 3.5 後期の時に公開する予定があったんですね、はい、まあ、なんといっても竜族のお話なので、はい、後日談として作られる予定がありました、うん、ただですねあの頃は本当に大変でして、はい、最終決戦も話が何倍にもなりましたし、うん、私は私であの新バージョンバージョン4の方を一生懸命作ってましたし、はい、ゾーマも作ってましたし、うん、学園も作ってましたし、はい、これ以上作れるわけねえだろうっていうのお叱りがですね、はい、あの開発の方からありまして、はい、忙しかったですね、リッキーと私と開発メンバーで相談をして、はい、あのトビアスガイドに関してはバージョン4以降に作ろうじゃないか、そんなバカなことになったんですよ、はい、でもですねそうは言ってもバージョン4でもなかなか作る機会がなくてですね、はい、どうしようかなこれって本当思ってたんですね、でもこちらの話もあのシナリオの方ができていて、うん、はい、ライターが書いて成田さんがもう監修までしてあって、はい、まあ、ちょっと私もそれを読みまして、お、あ、これはちょっとぜひ作らなきゃならないなと思って、うん、キャラクターズファイルの順番を入れ替えてトビアスをここに入れさせて、作ることになりました、なるほど、ね、ただもともともっと長いお話だったので、あのキャラクターズファイルのフォーマットに合うように3話に直したりですとか、あと先ほど出てきた女の子、あの女の子もだいぶ、もともとはそのカスタムキャラクターって言って、はい、スペシャルキャラクターではなかったんですね、リーネみたいに他の NPC をカスタムして作ったものではなくて、うん、まあ、新たに作るということで、完全に書き下ろしのデザインから書き下ろした、髪型とかもだって新しいというか、ない髪型、新しくて、うんうん、新しい、はい、はい、で、まあ、せっかく、バージョン4に期間中に作るということなので、ただの後日談ではなくて、まあ、またさらにつながっていくといいかなということも、シナリオに込めて、作ってもらいました、うん、まあ、本当にそういう意味でねライターも大変でしたし、はい、成田さんも大変でしたし、いろいろ、本当に大変な思いで作ったんですけれど、作ってよかったなと思われる出来になりましたので、はい、ぜひ遊んでもらえたらいいかなと思います、うん、でカトムービーを作ってですね最後に私が音楽をつけるんですけれど、はい、サウンドの人とこう実際遊んでいて、あ、すごくリッキーらしいなっていうところが何度もあったんですよね、で、音楽を決めるときにどっちがいいかなっていうのですごい悩んだところが何箇所もあったんですけれど、まあ、リッキーだったらどっちの音楽つけるかななんてことも考えながら音楽つけましたんで、うん、はい、バージョン3をもう一度思い出してもらう感じで遊んでもらえるといいかなというふうに思います、なるほど、はい、リッキーの遺伝子が、そうですねいや本当リッキーの遺伝子ありますんで、はい、ね、バージョン2バージョン3を、ね、手掛けてくださいました、うん、リッキーさんのお話がね、はい、今日も引き続き聞けたということでございます、ね、いいですね、なるほど、はい、はい、私の方から今日はこれだけで申し訳ないんですけれど、こんな感じの開発裏話になります、はい、どうも最後までありがとうございました、はい、ありがとうございました、楽しみですね、そうですね、うん、ペースも早くて、うん、次々とできるっていうところ、ね、いいですね、いいですね、竹岡さんどのキャラのキャラクターズファイル欲しいですか、そうですね結構なんかねみんな何のキャラがいいんだろうみたいな、トビアスの順位低かったとか聞くとね、確かに、でもやっぱり僕、うん、
僕らはもうやっぱりドワーフ一色でいいですけどもね、ルナナがいいですね。ああいいですね、ルナナさんをちょっとね、はい、昔からあんな子じゃなかったはずなんですよ。あそうね、はい、なのでなんか3から10ぐらいまではドワーフでいきます、はいはい、いやいやそれめっちゃ多いドワーフガイデンみたいになっちゃう、ね、はいはい、あコメントでもみんなね結構見たいっていうのをくれてますね、うん、オルナナ見たいとか、はい、なるほどね、ドワオ見たい、多分皆さんの声ももしかしたらね、うん、反映されるかもしれませんので ね、はい、この人のねキャラクターズファイル見たいという意見も聞かせてください、うん、皆さん徐々にお待ちしております、はい、さあということでドラゴンクエスト10から、引き続きお知らせあるということで、じゃあ安西先生お願いいたします。はい、ちょっと待ってね、めくってなかった、はい、待ちます。はい、別にそういうの言わなくても大丈夫ですよ。はい、今週水曜日に行われた人狼 TLPT の特番でも紹介させていただいたんですが、ドラゴンクエスト 10TV の皆様にもお知らせしたいと思います。3月7日から3月11日までに東京北千住にあるシアター千住にて開催される人狼 TLPT クロスドラゴンクエスト10勇者姫とバラの盟友の公演のチケットが現在発売中です。さらにこちらの会場にて、8日の午後13時よりスペシャルステージの開催が決定しました。3月8日ですね、はい、で、こちらのチケットなんですけれど本日10時から発売になってますんで、こちらの方も通常公演と合わせてご検討いただけたらと思います。スペシャルステージの参加メンバーの方出していただけますか。じゃん、はい、こちらになります。人狼 TLPT のステージにですね、まあ、特別ステージとはいえ堀井さん、斉藤さん、堀井さんもね、はい、ね参加されるということで、はい、斉藤さんもそうね、大山が一番心配だね第4期初心者大使ね大山くんもいます、はい、それから私もあの光栄なことに参加させていただきます。それから TLPT のヒルダさんこと大崎さん、それから大山くん、サミー局長加藤さん、それからいぶきちゃんね、はい、第5期初心者大使のいぶきちゃん、ね、はい、藤田咲ちゃんは、この前の、冒険者たちの奇跡というアニメやって実写やって鉄拳さんのパラパラ漫画やった時の、はい、アニメで、女の子の役で声優さんを実はやっていただいて、はい、お姉ちゃん役、ね、そうなんですよ、それめちゃめちゃ人狼も上手なので、はい、来ていただくことになりましたね、はい、なるほど、はい、それから人狼 TLPT の先生でもありもうけん玉の世界的な有名人でもある児玉さん、それから初心者大使のメアリちゃん、あと人狼、はい、最後にいますよ、はいはい、それから人狼 TLPT で石マドックで非常に人気のある松崎さん、それから TLPT で、ライバルズとかでもお世話になっている吉成ゆきちゃん、それからなんといっても我らが椿さん、ありがとうございます。いやそんな、はい、まあ、でも大鳥で紹介してもらいました。いやいやいや、ね、普通に知能知らない方でも楽しめる、ね、そうですね、感じですよね、はい、うん、我々もいますのでぜひ、はい、8日のスペシャルステージも来ていただけたら、うん、通常回になるべく来ていただいて8日のスペシャルステージは堀井さんを見に来てください。なるほどまあヘッポコなんだね。いやいや堀井さんめっちゃうまかったっすよ。びっくりしました本当ねえ、まあでもあの TLPT のメンバーもかなりドラゴンクエスト10やってくださるっていうか、ね、そうですね、すごいやってくれてますね、はい、うん、はい、ちなみにチケット買ったよって方この中にいらっしゃいます。あ、面白い、 ありがとうございます、嬉しい、何人かいるね、ありがとうございます。ぜひ会いに来ていただけたらと思います。はい、なるべくね、分かりやすい人狼をやりたいと思いますので、まだ人狼 TLP でご覧になったことない方も遊びに来ていただけたら嬉しいかなと思います。はい、お願いします。それからですね、今回チケットをご購入いただいた皆様には人狼にちなんだゲーム内アイテムの特典があります。スライドお願いします。はい、こちらがですね、アンルシアと魔勇者のポーチですね。ちょっと人狼風な感じ、非常に可愛い、耳が耳と尻尾がね、はい、尻尾、はい、すごい、まあ、今回勇者姫アンルシアにフューチャーされてますんで、こんな感じのキャスティングになってます、はい、それからもう一つ仕草があります、こちらもお願いします。仕草狼回し、ちょっと暗いんで分かりづらいかもしれないんですけど、はいはい、映像の方お願いします。お、あるんだ、すごい、おお、かわいいおめでとうございます。いつもより3倍回してますね余計にこちら、すごい、 TLPT のスタッフとお話をしてるときに、はい、冗談で出たネタだったんですけれども、はいはい、こういった形で実現してよかったかなと思います、うん、一番これないよねってやつがなりましたね
でこちらもあのゲーム内アイテムなんですけれど、チケットの方にアイテムコードとしてついています。でまだちょっと時期は決めていないんですが、しばらく経ってから、何らかの手段で皆様にも、お届けするような形、はい、先行という形でチケットに付けさせていただきます。あくまでも先行でプレゼント、はい、ということですね。なるほど、うん、はい、ご安心ください。はい、はい、でもねこちら、ね、ちょっとお話、ちょっと特番の方でも話してましたけど、はい、堀井さんシナリオとかも、うん、本当に作り込まれてるというか、ドラゴンクエスト2にいろいろ役職も工夫して、はい、設定にね、はい、もう天のストーリーの中に本当外伝のような感じで、はい、がっつりストーリーそうですね、あるらしいですね。はい、で TLPT のキャストさんもみんな魔法戦士であるとか戦士っていった感じで、名前もそのまま同じで分かりやすくなっています。はい、盾もバッチリあるみたいですよ。あ、そうなんだ。武器もね、はい、衣装もすごくいいですよね。そうなんですよ、撮ってると思うよ、はい、ね、最初30分ぐらいはちゃんとしたドラマを見せて、はい、そうなんですよ。そこからあの冒険者たちがそのまあね、どこまで行っていたら迷宮に挑むみたいな感じで、はいはいはい、いや普通に天の、まあ、外伝というか、うん、完全に沿ったストーリーの、そうですね、20分から30分ぐらいは本当にバッチリドラマがそこで繰り広げられてからのなんで、うん、なるほど、はい、いやー、見応えたっぷりと、人狼にどう絡んでくるのかなとか、うん、 そうなんですよ、そこがね堀井さんの素晴らしいアイデアが入ってるので、ね、冒険者やりながら人狼ゲームやるというね、はいはい、で誰も人狼がわからないっていうのはもうそのままなんで、はい、結構面白いドラマが展開するんじゃないかと思いますね、はい、で毎回エンディングが違うのが人狼 TLBT の良さなので、そうですよね、人狼チームが勝てば人狼チームの、なるほど、あのそこの即興劇になるんですよね、はいはいはい、人間チームが勝てば人間チームの即興劇が始まるので、うん、はい、そこはねかなり楽しめると思いますけどね、うん、はい、はい、皆さん一緒にドキドキして楽しんでいただきたいと思いま すね楽しんでお待ちください、はいはい、さあ続いては私からも告知をさせていただきます。お願いします。ドラゴンクエスト10 5周年イベントとして始まりました、大魔王ゾーマへの挑戦、皆さんねもうやったと思いますけれども、はい、いよいよ2月14日に、ね、残念ながら終了となります。はい、さらに本日2月10日、皆さん何の日だか知ってますか？ん、はい、実は2月10日本日はドラゴンクエスト3そして伝説への30周年なんですね。30周年、堀井さん、ね、ドラゴンクエスト330周年おめでとうございます。おめでとうございます。もう本当ね社会現象になったゲームでしたけど、はい、30年前すごい行列ができたんで、はい、実は夜中に自転車で見に行った行列を、はい、お店の周りを、そうそうそう、はい、思い出しますかね、30年前寒い中ね、みんな並んでくれてすごくありたかったですね。はい、ということで30周年なんですが、はい、そちらを記念いたしまして特別イベントゾーマの城最後の決戦が本日より開催中となっています。本日より、そうなんです、はい、2月14日水曜日23時59分までにですね、大魔王ゾーマへの挑戦へ挑戦し、その様子を写真で撮影してくれた方全員に家具アイテムロトのオルゴールをプレゼントします。この右側ですね、写真のね、うん、まだ大魔王ゾーマへの挑戦を遊んでいないお友達を誘って最後の駆け込みに挑戦してみてくださ い。こちらね始めたばかりの方もチャレンジできるというね、うん、素敵なイベントになってますので、そうですね、はい、はい、レベル関係なく楽しめます。はい、ぜひ皆さん行ってみてください、はい、続いてはドラゴンクエスト10 5000年の旅路遥かなる故郷へのパッケージデザインオリジナルウェンマネーカードが全国のローソンにて発売中です。はい、こちらのオリジナルウェンマネーカードを購入ご利用いただくことでゲーム内アイテムメタル迷宮招待券がもらえたり、抽選でオリジナル自キャラ 3D フィギュアも当たるキャンペーンを開催しています。こちらは2月28日までのキャンペーンとなりますので、まだの方はお早めにご利用ください。はい、10名様ね。そうなんです、今月いっぱいなのでね、結構難しいドレスアップにしたんですけど、はい、なかなかかっこよくできるんで、ですよね、あの羽の表現とか、はい、そうなんですよ、若いんですよ ね、はい、ね、メタルな疾患とかすごい、はい、皆さんぜひ狙ってください。さあ、そして新バージョンから登場しました時の妖精キュルル、こちらのぬいぐるみがですねスクエニックス e ストアにて予約受付中となっています。特典としてドラゴンクエスト10のゲーム内の自宅で使える家具エテーネルキュルルが手に入るアイテムコードがついてきます。
エテンヌルキュルルは触るとポーズが変わるというね、手の込んだ家具になっています。そして実物がこちらにあるということで、持ってますね、はい、堀井さんに、堀井さん、はい、かわいいですよね。どうですか、堀井さん、ね、触り心地もすごくいいしね、結構質感もいいですよね。はいはい、そうなんです、堀井さん一押しの質感でございます。これね、足の長さちょっといろいろ頑張って、はい、ちゃんとこれだけで座れるように作ったんですよ。あ、足の長さがちゃんとしないと、なるほどね、座れなくなっちゃうんですね、はい、頑張って座れるように作る、なるほど、はい、はい、皆さんぜひゲットしていただけたらと思います。お願いします。はい、以上お知らせでございました。ありがとうございます。はい、さあ、ここでゲストがなんと今日は来てくださっております。はい、過去10年で360万人以上を動員したリアル脱出ゲームの生みの親、そしてご自身も大のドラクエファン、株式会社スクラップ代表取締役社長加藤隆夫さんです。どうぞ。ようこそ、ありがとうございます。はい、じゃあ席の方にお座りください。この音楽なんだ ねなんでこの曲なんですか、ね、全然V との中関連性が、最近この曲使い道なかったんでね。じゃあ、まあ、よかったんですけど、はい、改めまして自己紹介お願いします。はい、よろしくお願いします。スクラップの加藤です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。去年のヨースピサンタにお越しいただいて、はい、さほど時間が経っていないにもかかわらず、はい、今日は武蔵野線からの脱出を成功させてですね、はい、来ましたね。すいませんでした、遅刻して。もう日々の生活も脱出だということで、そうですね、はい、もう全部もう全てがもうゲームの、はい、一つなんで。それいる？はい、ということでございまして、ご存知の方も多いと思いますが、視聴者の方や会場の皆さんに改めてスクラップリアル脱出ゲームのご紹介をお願いしたいと思います。はい、株式会社スクラップはですね、リアル脱出ゲームというのを作ってまして、まあそれはどんな遊びかといいますと、制限時間以内に、仲間と協力して謎を解いて脱出するというゲームです。はい、閉じ込める場所はいろんな場所に閉じ込めます。アパートの一室に閉じ込められる時もあれば、夜の遊園地を貸し切って閉じ込められる時もあれば、東京ドームに閉じ込められる時もありますし、うん、幕張メッセに閉じ込められることもあります。はい、様々な場所に謎が仕掛けられて、仲間と協力して制限時間以内に脱出に成功すれば嬉しいというゲームです。なるほど、はい、わかりやすいご説明ありがとうございます。ありがとうございます。そんな加藤さんなんですが、本日なんで番組にお越しいただいたかといいますと、大事な大事な大事なお知らせが会ってこられたという。ヨースピサンタでもね、なんかあんじゃないのみたいな振りはあったんですけど、はいはい、まあ、あの時はね、なんかやりましょうよとお願い止まりだったんで、はいはい、今日はなんかあるんですよね。そうですね、もうあるでしょうね、この流れは。なんかありますよね、明らかにね。これもある、ある流れですね。ね、これでないってなったら何喋っていいか分かんない、ね、そうですね、はい、何しに来たか分かんないです。はい、来るまでに2時間半ぐらいかかったんで。ありがとうございます。ぜひありで、はい、お願いします。はい、お願いします。実はですね、リアル脱出ゲームとドラゴンクエストの2回目のコラボが決定しました。やったぜ。ありがとうございます。前回もすごい人数というか大人気でしたもんね。はい、じゃあ2回目ということ で、ね、今回はどのような脱出ゲームになりそうでしょうか。今回はですね、はい、タイトルがいいんじゃないですか、バーンといっちゃっていいですか。タイトルはおリアル脱出ゲーム×ドラゴンクエスト大魔王ゾーマからの脱出です。おお、かっこいい。もう日程まで出ちゃいましたよ。あ、本当か。はい、はい、日程が、今年の8月11日から14、そして18、19の土日、うん、お盆を丸々幕張メッセさんを抑えさせていただきました。わー、本当だ、すごい。はい、しかもこの副題がいいですね。いや、そうなんですよ、よく気づきましたね。この副題はちょっと、はい、なるほど。さあ、我が謎の中で生き絶えるがよ よい。このキャッチをつけた時に、はい、なんか堀井さんの顔が浮かびました。乗り移ったみたいな。30年前に書いたセリフだからね。そうです、そうです。メーゼリーをうまく取り込んで、ね、はい、だって堀井さんもいつも大魔王ゾーマはやっぱ堀井さんの中でもすごく大事な、ね、そうそう、存在とね、いつもおっしゃってましたからね。本当裏ボスというかね、はい、ザ・ボスっていう ね感じがねします。はい、はい、まあ前回の竜王迷宮からの脱出も加藤さんすごい反響でしたよね。うん、そうですね、前回はまさにこの今いる、ホール6、7、8ホールを使って、はいはいはい、3日間で
4万人ぐらいの方に遊んでいただいたので、はい、4万人、はい、でもあの次はさらにあの日数も多いですの で、 そうです、ね、スケールアップしてさらにもうめちゃくちゃ面白いゲームに。なるほど、はい、あこれ前回の様子ですね、はいはい、前回が竜王であの2回目なのでどうしようかなと思ったんですけどね、はい、うん、あの3に1個飛びました。なるほど、まあいいんじゃないですか、ゾーマ、はい、ゾーマはまあやっぱりあの一番思い入れのある、はい、あの戦ってた時に本当に怖いなと思ったあのラスボスだったので、ゾーマ、大魔王ゾーマから脱出ってやっぱりなんかしたいなと思いまして、はい、あね、コメントでボッチでもいけますかって、一人でもいけますかってコメントで、ね、あのみんなで協力してみたいなことさっき言ってられましたけど、そうそうそう、気になる方改めて、まあ、でもそうですよ、どうぞ、あ、はい、まあ本当あの酒場があると言いますか、うん、あの一人で来ていただいても、はい、ちゃんとそこで仲間が見つけられるようになってますんで、はい、ちゃんと4人で、はい、チームを組んでパーティーを組んで冒険に出ていただけます、うん、オートマッチングです。そうなんですよ、オートマッチング機能です、はい、そう、まあ、前回やられた方は分かると思うんですが、はいはい、そうオートマッチング機能もあるから一人でも安心ですし、うん、前回は4人一組でしたけど、はい、今回は今回も4人一組です。お、なるほど、行こう行こう、ねえ、あ、いいね、ロッキーね、行こう行こう、初心者大使も結構ね4人一組で行ってる気も多かったですね。行きます。それで、ね、はい、これ天のユーザーさんも多いと思うんだけど、実はですね、はい、ゾーマといえどもなんかアンルシアとかヒューザーがもう出るみたいな、行っちゃっていいわ、行っちゃってなかったのかな、堀井さんが言うんだから出るんでしょ、出る、出ます、それね、いや、いや、どうかな、ね、ね、どうかな、あれちょっとやってる人も結構楽しめるから、ね、なんか加藤さんですらちょっとびっくりしてるんだけど、なんかじゃないとこの場で発表する意味ない、まあ、そうです、なぜここでヨースピさんとの振りがあり、はい、さらにね、党会議で発表っていうのは、まあアストルティア関係あるんじゃないですかね。はい、おお、すごい、もう副題にアンルシアと共にっていうのもつけましょうよ、ね、前回は職業を一人ずつ決めて冒険者になったんですよね、はい、そう、寮とか魔法使いとかね、遊び人とかありましたけど、はい、今回はそこも聞いていいんですか。そうですね、今回はですね、もうちょっとだけその件待たせてもらっていいですか。あ、分かりました、待ちましょう、さらに楽しめるように練りに練ってるという、はい、練りに練ってます、はい、状況でございますね、ありがとうございます。はい、はい、謎解きといってもですね、まあ、どんな謎が出るのかとかわからない方もいらっしゃると思いますので、はい、その雰囲気がちょっとわかる謎をですね、1個作ってきましたので、わ、ありがとう、入門編ですね、入門編です、もう、はい、今はもう瞬殺にしてくださいね、瞬殺、はい、じゃあ、まあ、会場の皆さんも、ニコ生の皆さんもぜひ、はい、はい、一緒にね、はい、考えてください。じゃあ出します、はい、じゃん、じゃじゃん、見えてます、は、ドスクライクドムクド、これ復活の呪文っぽいですね、これね、なるほど、キアリーを使え、ね、キアリーといえばなんか消すんだよ ね、 ね、何か分かっちゃったわ、これ分かっちゃったわ、何かを消す、これはもうね、割ともうみんなさん会ってまで解けてしまいましたね、はい、あ、キアリーを使えね、なるほど ね、 ね、はい、じゃあ日高に答えてもらいましょうか、ね、日高が死にそうな顔してるんだよね、今何にも入ってないと思いますすいません、はい、話を聞いていません、ね、聞いとけよ、お前、聞いとけよ、本番中だぞ、お前、なんか毒を抜けばいいんですよね、キアリーだから毒を治すってことで、はい、毒抜いて、はい、スライム、はい、正解です、ありがとうございました、あれ、ボケないんだ今日は無理余裕なし、はい、芸人さんですが、はいもうバトルに集中してますから、それ以外のことにあまりねカロリーを使いたくないということで、はい、はい、いやでも面白いですね、なるほど、ちょっとねこう頭を使って分からなければ仲間のアイディアで、はい、そうですね、いろいろ助け合ってというところで、はい、いいですね、これ相当簡単な方だよ、でもね、あ、これは簡単、そうですね、あの超入門編です、はい、ということで、なんとさらに問題があるということで、はい、そうです、2問目があります。そして次の問題はですね、答えが分かった方は、大魔王ゾーマからの脱出の特設サイトに答えを入力することができます、はい、答えをで、この問題に正解した人の中から、はい、100名25組お、4人パーティーなんで100名25組に、はいはい、大魔王ゾーマからの脱出のペアチケット、パーティーチケットプレゼントです。おー、欲しい、すごい、欲しい、100名ですよ、欲しい、
しよう。ぜひ遊びに来てください、はい、でその問題はただちょっと難しいかもしれないですね。なるほど、これはね、まあ、ちょ普通は解けないですね。問題がこちらです。はい、あ、出ていいかな。はい、何これ、何これね、スクラップさんの謎解きだと結構ありがちなんですけど、はい、問題として提示されないんですよ。ただそこに何かヒント的なものがある、ね、なるほど、はい、いろんなところからこう導き出さないといけないけど、ね、何々をしろとかないんですよ、はい、なるほど、はい、答えっていうのが出てますね。いわきき沼、これでもあのコメントでね、あのあまり書かない方がいいと思いますよ、ね、あのライバルを増やす結果になりますからね。そうですね、これ分かればいいよ。答えを言ってしまうとね、ぜひ答えが分かった方はですね、はい、サイトにアクセスしていただいて、はい、答えを入力してください、はい、なるほど、これかな。ほう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 、あ、チケットですね、はい、はい、こちらにニコニキ違う、何なるほど、何を読んだんですか今あー、でもそうか、はい、下のね、あれをうまいこと作れば、そうなんですよ、なるほど、はいはい、すごい、面白い、はい、皆さん考えて、はい、おそらく今あのドラクエ脱出で検索したらもうサイトにアクセスできるようになっているはずなので、はい、はい、あのもしできなかったらのリアル脱出ゲームで検索してそこにバナーがもう貼ってあると思いますのでそちらからも行ってみてください。そうですね、サプライズ発表だったんで、はい、ちょうどこの放送が始まるぐらいのタイミングでページ上げてるんで、はい、はい、急げっていうことですね。皆さんぜひチケット狙いに行ってみてください、はいはいはい、ぜひご応募してください。はい、ということで加藤さん残念ながらお別れの時間が来てしまいました。はい、はい、最後に、見てる皆さんに一言お願いいたします。はい、そうですね、あのもう30年以上にわたってドラゴンクエストというもうこの素晴らしい遊びがあのこの国にあって、それをもう皆さん遊んでいただいてる遊んでいると思うんですが僕もその一人でした。でもその自分の体を使ってあの実際に歩いてあのフィールドを歩いて村の人と喋って王様と会って謎を解いてそして最後のボスを倒すという体験は本当にエキサイティングだしもう普段の日常の生活が変わってしまうぐらいあの強い力がある遊びだと思っています。ぜひ皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございました。お越しいただいたのは株式会社スクラップ代表取締役社長加藤隆夫さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ安西先生とね、はい、さん前の方に、いやでも竜王、ね、迷宮からんだ質問本当に、ね、ヨスピリアル冒険者になれて占いババとかいたりとかね。そうなんですよ。ちなみに今日会場にいらっしゃる方って、はい、竜王迷宮いらっしゃった人前回の結構いらっしゃいますね。結構いるね。面白かったよね。多いですよ。すごいすごい。脱出できたって人、あ、みんなでもコンティニューしたって人、コンティニューした、あ、私しちゃった、やっぱり俺もしたんだそうだ、前回コンティニューシステムありましたね。そうですね、難しくするというわけではないんですけど今回あの加藤さんとも話してあのやっぱりよりそのスクラップ色というか、はい、謎を解いていこうっていうのを、うん、ちょっと強くやっていきたいって話してたので、はい、そこもちょっと楽しみにしてもらいたいですね。なるほど、やりごたえもパワーアップして、はい、皆さん楽しみにお待ちください。チャレンジしていただきましょう。それでは続いてのコーナーに行く前にまずはこちらをご覧ください。高野光平さんでございます。エントリーナンバー1番高野光平です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構オーディションを経てその放送をするにあたって、まあ、オーディションの時と印象が全然違うとかっていう川村美乃さん、はい、美乃さんという方でございます。恥ずかしい、うまっ、イケメンやな、イレブン君。いや、なんかやったっていうのはあの日に言ったそのままなんですけどあの後帰ってからちょっとどうしようっていう気持ちがあって。大城リリカさん、あら、まあ可愛らしい、はい、さーい、あの沖縄弁あんまないんですけどオーディションに受かった時は最初はびっくりで、はい、え、不安も結構ありました。日高さんとなっております。台東区、はい、台東区はですね台東区観光カレンダーを郵送でご購入されるお客様、はい、発送方法が U メールのみとなります。大変申し訳ございませんいや、選ばれた瞬間でいうと本当に真っ白でしたね。第6期初心者大使となり新しく DQ10TV の仲間に加わった4人をご紹介してまいりましょう。
いやめちゃくちゃ仲いいですよ。仲いいです。で、なんでこんな仲いいんだろうと思ったんですよ。だってそんな半年前まで知らなかった人同士が、だからドラクエ10の力だと思うんですよ。めっちゃ仲いいです。なんかもう家族みたいな感じ。年齢差が結構上と下であるんですけど、もうそんなのなんか差を感じない。もう目標みたいなのとか、あとは倒さなきゃいけない敵みたいなのが共通じゃないですか。だからすごくなんかこう一個のものに向かって頑張るみたいなのがすごくこう良かったのかなと思います。ロッキーはね、あの濃いんですよ。濃いというか、まああのみんな自由なんですよね。まあ、全員、まあ、言い方は悪いですけど、ちょっと根性が悪いというか、ちょっとあのいや負けず嫌いなだけだと思うんですけど。小平なんですけど、まあ一番年も近くというか一個違いで、まあ、男同士ってことですぐ仲良くなったんですけど、ただあの卒業を間近にして言うのもなんなんですけど、ファイヤーって何っていうのはずっと引っかかってますね。まあ公平にはあのリーダーというね、矢面に立つという立場をやってもらってるので、そこはあのうまいこと僕の悪行も紛れて、すごく過ごしやすい空間を作ってもらってますね。いや公平はでもあのこの年になって、初めてできたというか、この年になってここまで仲良くなれる友達ができるんだって思うほど、うん、すごく仲良くさせてもらって、もしだからドラクエとかっていうものが今後なくなったとしてもなんかつながってられるだろうなって思える相手です。ありがとうです。いや初めて会った時に、しかもオーディションの日に私が2番目で浩平が1番目で、いきなりウェイとか声かけてごめんなさい、きっと緊張してたんだろうに、私がすごい、まあ、この人は大丈夫だろうっていう妙な自信があって声をかけてしまって、で結構しかもえぐいノリで声をかけてしまったんでごめんねごめんねってちょっと今申し訳なく思ってます。実のところ彼も相当人見知りなので、すごくこうお互い私も人見知りなので、この時にこう話しかけられて仲良くなるきっかけになったのかなと思って、いや本当にロッキーを引っ張ってくれてありがとうございます。ありがとうございましたって言いそうになったけど、まだまだやるつもりなのでありがとうございます、これからもよろしくお願いしますって感じですね、はい、はい。海のはもう本当なんかあのあんま頑張りすぎないでねって思います。すごい多分あの子は負けず嫌いなんですよ。男子2人に負けないように多分一生懸命やってると思うんですけど、まあたまには頼ってくれてもいいんだよって俺たちのこととか。海野さんは本当にお姉ちゃんでもありロッキーのママみたいな感じで、リーがお腹空いたって言ったらすぐご飯作ってくれるし結構なんか女子会女子トークとかで盛り上がるから、海野さんが海野さんがいいですと原動力って割とリリちゃんだったと思うんですよ。リリちゃんという末っ子がいたことでとちょっと1個の4人のファミリーに慣れてるというか、もうこの子はがあったから、4人の距離が縮まったっていうのはすごいあると思うし、すごいなんかあの心洗われるんですよね。だから多分4人それぞれに配信している中で辛いことももちろんちょっとそれぞれは持ってたと思うんですけど、それが集まった時にバッて浄化されるのは多分リリちゃんのあの持ち前のプラス面のおかげだと思ってて、すごい、うん、だから、うん、ロッキーっていうチームになれたのはリリちゃんの力が大きいかなっていうのは、うん、リリちゃんありがとうですね。リリーは本当にな、もうなんだろう、こんなに可愛い子いるんだみたいな、なんかこう擦れてないというか、すごく純粋に分かんないことに向き合っててすごいなと思って、末っ子っぽい抜けてるところがあるのに実はすごいしっかりしてて、なんか
な損得なく可愛いところがあって、なんか結構私女子校出身なんで女の子と話すときちょっと緊張するんですよね。あ、なんか女の子っていろいろ考えているよねとか、可愛いし綺麗だしすごい優しいけどちょっと怖いとこがあるっていうのをすごい前提としてすごい持ってて、リリーはすんごいもうそんなのないみたいな、お日様みたいな子で本当に沖縄の空みたいな感じで曇りのない子なので、おかげで私がすごいなんだろう泣きそう。こんな仲良くなれて嬉しいみたいな、やばいやばいティッシュティッシュ。なんかロッキーの中でもリリーと日高さんがなんか芸人コンビみたいになってるんですよ。リリーコンビみたいな、なんか結局リリーがボケていじって突っ込んでくるみたいな、一番ちょっかい出しやすいです。なんかふざけてちゃんと返して面白く返してくれるから、日高さんとはずっとこういう感じでやっていきたいな。そう芸人、そうロッキーの中のコンビとしてこれからも2人で場を上げていけたらなって、卒業してもこのロッキー4人でずっとやっていきたいです。日高に関してはまあなんだろうな、一番多分自分近い存在なんですよね、やっぱ相棒的な感じで、まあ、頼れる相棒としてまあいつも見守ってもらえたらなって思いますね。日高の方が年下です。すごい日高が結構もう本当にバランスを全部取ってくれてて、やっぱりチームの、うん、で本当に縁の下の力持ちというか、もういつも支えられてます。はい、日高がいるから俺がもう前にこう前に進めるというか、本当頼れる相棒ですね。ということで、はい、初心者大使卒業試験に参りたいと思います。勝てるわけねえだろ、これ勝てるわけねえだろ、これなの。さあ、すぐログインしていきますよ。鬼ね、ということでこの VTR はメンバーにはそうなんサプライズでお届けしたんですが、はい、あのインタビューはなんて聞いてたの。ファンブックの取材的で、あいつです、斉藤 V ですよ、あいつですね。あいつですよ、会場にいますけども。はい、あの実はここまでいいインタビューが取れたのは、はい、斉藤 V のおかげでございます、うん、V ありがとうございます、ありがとうございます、スペシャルサンクスでした。ね、でもファンブックの取材って言ってんのに映像でロッキー誰も疑わないっていうね、はい、ことでございましたが、いい顔して答えてましたね、本当にね。はい、改めて説明をさせていただきます、はい、昨年の9月12日にオーディションに受かりドラゴンクエスト10を1からスタートし、ドラゴンクエスト 10TV やユーザー生放送を通じてその楽しさを伝えてくれたこちらの4人、第6期初心者大使として約5ヶ月の間さまざまな課題に挑戦しながら人気を過ごしてもらいました。そんな公平、海野、リリー、日高、この第6期初心者大使の4人が本日卒業試験に挑みます。まあっという間だったとね思いますが、はい、今の気持ちを一言ずつ伺いましょう。じゃあまずはリーダーの公平から。まあ、俺たちは伝説を作りに今ここのステージに立ってます。これから卒業試験戦っていきます。圧倒的な強さを持って勝ちたいと思います。皆さんよろしくお願いします。はい、ファイヤー言わないんだね。余裕ない、もう余裕ないんだね。余裕ないね。はい、じゃあ続いて海野。
はい、皆様、来てくれてありがとうございます。配信見てくれてる方もありがとうございます。これから、まあね、結構、ね、強い敵と、ね、戦っていきますけれども、まあ、皆さん、ね、6期のみんなの背中を見ていつも、ね、こうあの後ろからこう戦ってるのを見ていて、あ、なんか幸せだなってここ数日思いながら特訓してたので、勝てるよね、勝てるよね、余裕はい、というわけで応援よろしくお願いします。はい、頑張ってください。さあ、そしてリリー、なんか泣いちゃうわかるよ。なんかずっと最初は本当に不安しかなくて、なんかでもロッキーのみんながなんかリリーを受け入れてくれて、ダメだ、でも今から戦うボスはやっぱロッキーで勝つし、勝てるって信じてるので頑張りたいと思います。頑張ってね。はい、はい、頑張れ。さあ、そして喋れるかな日高さん。はい、一言もらえますか。あの、いっぱい練習しました。もう本当にあの仕上げてきてるんで、半年間本当にありがとうございました。早い、まだまだやらんつもりやな。まだだよ、まだね、ですけどもね、はい、皆さんにね、意気込みを伺ったところで、そうですね、うん、まああのまあいろいろねこう心配して見守ってた、うん、メンバーも多いということでございますんで、まあ、堀さん、どうでしょうか、6期のメンバー、見守っていただいて、うん、いや本当ね、みんな頑張ったよね。でね、あのちょっとあっという間っていう気もしたんだけど、この4人にとってはすごく濃い時間だったと思うのね、うん、でさっきビデオ見てしまうけど、もういろんなドラマがあったと思うんで、はい、それがね本当感動的でしたね、うん、ぜひこの試験にも頑張ってクリアしてほしいと思います、はい、お願いします、はい、ありがとうございます。さあ、ヨースピーいかがでしょう。はい、まあ、実はロッキーをオーディションする際に2つ決めていたことがあって、で、はい、1つはあのもちろん皆さんあのニコニコ生放送をご覧の皆さんのアンケートの数字っていうのは参考にはしたいなと思ったんですけれども、あの、まあ、そこにあまり引っ張られることなく皆さんとお会いしてお話してバランスがいい4人に決めようというのを初めから実はオーディション前から考えていました。で、もう一つは、多分皆さんあの今ドラゴンクエスト10ってすごくあの遊びやすくなってきて、あの多分先輩が容易に介入することによってもっともっとレベルが上がるスピードが速くなったりだとか、うん、あの物語を簡単にクリアしたりとかってことができる状況にあると思うので、あのあえてあまり干渉をしないようにしようと、ってすることによって、まあ、別にそれがいいか悪いかないんですけど、あのここにいる4人が姫プレイだなんだって言われるのも私としてはあの嫌でしたし、あのそこはなるべく過干渉にしないで、4人の、成長を見届けたいなと思って、いました。で、それをしてでもあのこの4人がですねすごいスピードであの楽しんで遊んでくれていたことをですね本当に嬉しく思っていますし、あの今日あのこれ言っちゃいけないのかもしれないですけど、リハーサル私出れなかったんですけど、リハーサルで負けたらしいのでですね、あの VTR はなかった方が良かったんじゃないかという気がしなくもないんですけれども、あの、はい、あのちょっと頑張ってもらいたいなというふうに思ってます、うん、はい、なるほど、まあ、このドラゴンクエスト10の形に、ね、進化に合わせて6期の、ね、はい、そうですね、なんかこう取り組みっていうのも変わってきたということで、やっぱでも、ね、どこにもこう今までの期とは違う6期らしさっていうのがすごい出たね、聞いてございましたね、はい、さあ、あやなちゃんはどうですか、うん、まあね、どの期もどの期でそれぞれ個性があっていいんですけど、はい、ロッキーは本当に何だろう、応援したくなる色がすごい強かったなって、うん、はい、ね、リーダーも大垣キッズ代表で初めはびっくりしましたけど、はい、ね、そんな年の差を感じない4人って言ったら、ね、褒めてるのか分かんないですけど、はい、でもなんか本当にあの見てて応援したくなるっていうなんか初心者大使の一番のこう本懐というかね、うん、を見た感じがして、今日も、ね、会場には龍座がね、うん、
あいつが見、あいつが見てるのが一番、あいつが見てるのが一番やばいと思う、ね。見守ってくれて、ね、マリオさんとかもね、駆けつけてくれて、ね、ありがとうございます、本当に。まあ、みんなに愛されてるっていうのがすごい伝わる気ですよね。愛され大使だったなと心からね、思う気だったと思います。はい、ありがとうございます。さあ、それでは大使の挑む卒業試験。ヨースピから発表していただきましょう。はい、いろいろ予想は出てたと思うんですけれども、はい、それでも、事故があると全滅しかねない敵というのを考えてまして、卒業試験はこちらにしました。どうぞ。死神スライダークです。なるほど。はい、死神スライダークとなりました。では、初心者大使の皆さんは準備の方に移ってください。はい、いや、スライダークが来ましたが、はい、ね、ちょっとせっかくなんで安西先生もいらっしゃるので、ちょっとアドバイスといいますか、どんなボスかちょっと説明お願いします。そうですね、範囲攻撃が多いボスで、はい、非常に攻撃力が高いので、一撃一撃当たらないように気をつけてくださいって感じですね。はい、よく見て避ければ避けられる攻撃が多いので、無駄な攻撃を受けないように落ち着いて戦ってください。はい、よくあるのがね、味方が死んでしまって急いで蘇生に行って巻き込まれてしまうことがよくあるので、はい、うん、くれぐれもよく見て落ち着いて戦ってください。絶対勝てます。はい、はい、後半ちょっとね、 EX モードみたいなのが出ると、そうですね、またね、戦い方が変わるということなので、最後まで気を引き締めていただきたいと思いますね。そうなんですよね。いや、本当にね、ヨースピン、実は本当にリハーサル素で負けてたんですよ。はい。でもね、その後、はい、帰ってずっと練習してたみたいなんで、そこでの勝率は良かったみたいなので、大丈夫だと思います。でもやっぱこの舞台上っていうのは何が起こるかわからないっていう。そうなんですよね。でもまあ、今までの大使は結構奇跡的に、はい、そうなんです、ね、危ない場面も乗り越えて。そうなんですよ、ね、今までいろいろありましたよ、はい、だって初代なんてレベル解放55とかでメラミとかで、うん、ね、イットに苦戦して、 でも頑張って、はいはい、そう、奇跡的にね、勝って、2期もね、今日来てるリューザーが、ね、うん、スイッチとか、ね、壁とか分かんないのに本番だけなぜかやってるみたいな。で、卒業したらすぐ忘れちゃったんですけど、そう、何が乗り移ったんだ、あの時は。そうなんですよね。で、2期の戦いで、大ピンチの時に聖者が出てきた。そうそう、ありましたね、ウェブティのね。立て直せたというね。で、3期もね、ピラミッド行って、ね、勝てないなんて言われてたけど、なんとか勝ったりとか、ね、4期も5期もそれぞれものすごいドラマがありました。はい、さあ、では準備ができた。かな、大丈夫かな。はい、 OK です。はい、じゃあゲーム画面出しましょうか。はい、はい、じゃあ画面の方出しましょう。さあ、では、まあ、多分ね、慌てずにやれば勝てると思うよ、はい、落ち着けばね、落ち着いていこう、はい、俺たち全員レベル120になりました。はい、素晴らしい。それぞれの職で100で、はい、チームのユニフォームで。そうです。ちゃんと料理も食べてんだね。海野に作ってもらったね。海野ちゃんが作ったのね。はい、素晴らしい。はい、じゃあ6期のみんな、じゃあ自分たちのタイミングでいいので、はい、じゃあ当たってください、お願いします。出し切ろう。よっしゃ、いいよ。 EX モードなる、リリが OK か、 EX モードなろう。リリも EX モードなる。 OK、 声かけ合っていこう。声かけ合い、うん、こう、構成とかは大丈夫ですか、言うとかなくて、ね、一応確認しましょうか。はい、はい、公平が戦士です。戦士、海野が、はい、僧侶。僧侶。リリが賢者です。賢者。そして日高が魔戦で。魔戦できたのね。おお、はい、じゃあ自分たちのタイミングでお願いします。よっしゃ、行くぜ。行くぞ。ラリルレロッキーファイヤ ー, おー出た、ファイヤー。ファイヤー、いいぞ、出たしは。行こう行こう行こう。プライベートだとあんま言ってくれないファイヤー。誰狙ってるかよく見て、あ、壁抜けてきてる、抜けてきてる。おお、落ち着いてね。オッケー、大丈夫よ、大丈夫。深夜が入った。オッケーオッケー、大丈夫よ。まだ大丈夫だよ。全然オッケー、全然オッケー。おい、耐えてる耐えてる。落ち着いていこう、落ち着いていこう。あ、ギロチン、ギロチン、離れて離れて。オッケー。はい、かわした。ナイスナイス。おお、かわしたナイス。冷静冷静。離れて、ちゃんとベフマラ。ファイヤーウォール。はい、あ、抜けられた。ファイヤーウォール。ファイヤーウォール。フォース、フォース、フォース。はい。おお、フォースブレイク入りましたね。ああ。いや、結構スライダーデッドソード、あ、かわした。5ヶ月でね、倒せるようになるんだ。
ていうね、うん、感じですけども。さあ、タケトかリリちゃんかな。お、ちゃんと落ち着いてね、頑張りたいと。はい、チャンス来てるから声かけてね。はい、はい、声かけてね。デッドソード、あー、これは食らうかな。みんなね、せっかく隣にいるから声かけて集中してね。耐えた、うん、今集中して。後編は片手剣から両手剣に持ち替えましたね。はい、両方持ち替えできるようにね、なって。さあ、連続ドラマドン、ね、オッケー、フォースいつでもいけるよ。お、ちゃんとリリちゃんが魔法捨てを。いいよ、いいよ、ね、魔法捨てをやってるリリちゃん。さあ、ビッグバン出るか、ビッグバン出るか出ない。おう、ちゃんと、はい、かわしてから落ち着いて、ナイスナイス。あ、奇跡の雨もリリちゃん、本当にね、いいですね、はい、いいね。そう、リリちゃんとウミノはゲームやったことがない2人。すげえ安定してる。だったんですよね。ただ、まあ色変わってからだからね。ゆっくり下がります。下がって、ゆっくり下がって。いいよ、ファイアウォール。ファイヤーボール、ファイヤーボール、ファイヤーボール、はい、大丈夫ですよ。はい、ギロチンだ、ギロチン、いいね、ギロチンは全然大丈夫。いいよ、全然大丈夫。アニス中断して、ちゃんと受けたのがいいですね。全かわし、ちゃんとこう、壁を使って。はい、そうだ、はい、誰も当たってない。いいね、かわすね、いいですね、いいね。あの、余談ですけど、私この前あの、はい、ヨースピ散歩でスライダーやった時に、はい、呪いの盾持ってなくてずっと呪われてましたねえ、リリ下がって、そんなに呪われるかっていうぐらい。それ安西先生から聞きました。いいよ、ヨースピがずっと呪われてて時間がかかったって言ってました。ずっと呪われてた、うん、あ、やばい、ギロチン、やべ、俺食らったかもしれない。呪い耐性があった方が、あ、僕なんてだけですね、はい、落ち着いて、落ち着いて。でも大使は呪いは全部つけてそうですね。これはやばいかも、ね、全部呪いになってないから、なってないから 100% いってるかも。止めた、止めた、止めたよ。ナイスショック。お、ちゃんとスペルガードもつけつつ、いいですね、立て直しが。やべ、抜かれた。でもまだ名前は黄色くはなってないので、はい、落ち着いていきたい。ギロチン方、はい、避けて、ちょっと危ないので落ち着いて立て直したいですね。うまいね、はい、ちゃんと刃も入ってますね。ファイヤーは、あ、サンダーブレード、はい、これは耐えられるかな。いいね、大丈夫、大丈夫、はい、いいね、いいね、耐えれる、耐えれる。お、連続ドルマだ、桃受けだ、桃受け、ありがとう。これに可愛い、バグネロ、アスペルガードいいですね。いいね、素晴らしい、うまいね。会場からは拍手が起こっております。本当に半、鳥居さん半年やってないんですよ。いいダメージだ、ね、みんな、ね、練習したね、すごくね、よく見れてますよ、ね、5ヶ月ですからね、うまいね、はい、攻め急いでないのがいいですね、本当に。チャンス来てる、はい、青山さん、青山さん、どうですか、ロッキーのこの成長ぶりは。あ、色変わり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 、ここからですね。あー、チャンスっていいよ。さっきのロザリオプラス縦ガード、行ける時で大丈夫よ。様子見散歩の時、様子見が呪われまくって、私がショートリッパー食らいまくったボロボロでしたけど、ちゃんと避けて、ごめん、リッパー食らった、食らった。あーっと、やばい、リリお願い、こうへ起こす、こうへ起こす、リッパーまとめて食らうと痛いですね。早かったですね、またね。あーっと、サインが。あ、じゃあ私、ベホガールかけます。落ち着いて、あー、リッパー、リッパー、ごめん。ナイス、またまたロザリオ&タテガードコンビ。回復優先、回復優先、落ち着いて、今のロザリオ素晴らしい。そうそう、オレンジのロザリオ、ここ中盤、日高も本当に危なかったら、あのリッパー、海のリッパー、オッケーオッケー、避けろ避けろ、オッケーオッケー、素晴らしい、ナイス、ナイス、頑張れ。いいよいいよ、黄色くなってからがね、本当に、おー、危ない危ない危ない、危ないよ、気をつけて。でも多分みんなで金の座もちゃんとやったんでしょ。そうね、そうね、はい、すごいな、ゴースネルすごい行ってたからね。キャンセンサー、オッケー、あー、いいね、いいね、うまく分散しましたね。左、バラけた、バラけた、こうみんなでロザリアを育ててたのがここで報われるというね、はい、シャインソード、余裕があったら雨が、雨切れてる、大丈夫、ね、雨切れてますね、はい、あ、奇跡の雨を、あ、でも今チャージタックルでちょうどいい感じなんで、そろそろフォースブレイクが、いいですね、ちょうど立て直しまリッパー、リッパー、お、いいね、かわすかわす、いきますね、お、フォースブレイク、これが来ましたね、
どうぞどうぞ。よいしょ。おへけと、ドルマノ。海入った。いいの来た。プラズマブレード。いいね。いいダメージ。みんな落ち着いてね。あー、おいおいおい、大丈夫大丈夫。落ち着いてこう、落ち着いてこう。ね、まだ大丈夫。大丈夫、天使かかってるから大丈夫よ。シャインソード。後ろ回って、公平がちゃんと避ける。うまい。素晴らしい。お、赤くなったよ。赤くなったよ。さあ、リエクスモード来るよ。ここからリリー頼むよ。すげえ、いいダメージ出た。お、リリーがナイス。ナイス。すごい。よし。頑張り頑張り。全然大丈夫。全然大丈夫。赤くなってきた、赤くなってきた。あとちょっと。慌てなくていいよ。頑張って。あとちょっとだよ。ちゃんと壁もね、利用して。いい壁、いい壁。いいよ、いいよ。リリが壁の後ろにちゃんと逃げてる。耐えた、耐えた。リッパ、リッパ。オッケーオッケー、大丈夫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 。パパ使ってる。いいね。落ち着いてね。大丈夫。落ち着いてこう。蘇生と回復がうまい。ね、そう、リリが駆け下がりしてるんですよ。ここ危ない。危ないよ。ちゃんとね、壁の練習してきたんでしょうね。慌てず、もう大丈夫だから慌てなくていいよ。リッパー来た。あー、ごめん、これは避けない。気をつけて、リッパー。ちょっと、すごい、すごい、すごい、なんだこれは。すごい、いいタイミングでチャージ、タックル。お、フォースブレイクがこのタイミングで入る。よし、決めちゃおう。さあ、押し切ろう、押し切ろう。もうちょい、もうちょい。もうちょっと、もうちょっと、待って、待って、待って。やべ、ごめん。あ、やばい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 。大丈夫、大丈夫。ついてね。大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。ありがとう、ありがとう、ありがとう。立て直せ、立て直せ。サンキュー、サンキュー、サンキュー。ナイス、ナイス。オッケー、オッケー。チャンス、チャンス。立て直した。素晴らしい。慌てず、慌てず。あ、よくよ、リッパ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 。あ、大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。はい、蘇生いく、蘇生いく。はい。落ち着いてね。シャインソード、シャインソード。おお、避けてる、避けてる。いいよ。大丈夫、大丈夫。決めろ。おお。よっしゃー。ということで、見事第6期初心者大使卒業試験合格、おめでとう。おめでとうございます。おめでとう。よっしゃー。さあ、はい、リハーサルでは本当にね負けてたんですが、本番は後半ちょっとね、はい、はい、やっとするボスではありましたが、でもなんかすごい練習した感が伝わってきて、そうですね、うん、すごい嬉しかった。一夜にしてだいぶ変わってましたね。さすがですね、動きとかも、はい、そういうこと。はい。さあ、では卒業ということになりましたが、一言ずつ今の感想を伺いましょう。じゃあまずは光栄から。闇英雄スラッシャーの称号を得ました今。嬉しいね。あの、倒せてよかった。本当昨日のリハの時はもう、あの、負けて、そこから本当にみんなで夜練習して、今日の朝起きてからも、一緒に練習して、でもうみんなで攻撃避けて、まあ、とにかく連携してやろうねとかっていう風に、まあ、相談しながら、でもそういう時間もすごい楽しくて、とどめビッグバンでさせてよかったぜ。ファイヤー、ありがとう。出た。余裕ができたんだろうね。はい。さあ、そして海野。はい、無事に勝っててよかったです。いや、なんか僧侶なのと、まあ、もともとの性格もあるんですけど、すごい心配性なタイプなので、ずっと後ろから他のメンバーの背中を見ていて、こう本当にこう大丈夫かな、大丈夫かなみたいな感じだったんですけど、本当になんかもうリリーもね、賢者でね、すごいなんか頼もしくて、日高もすごいし、光栄もすごいし、なんかこのメンバーじゃなかったらここまでこんななんか強い敵と戦おうなんてこんな思わないから、すごい良かったです。倒せておめでとう。卒業おめでとう。おめでとう。ナイスファイト。ナイスファイトでした。さあ、そして、ゲームしたことなかったけど見事な立ち回りでした。リリちゃん、どうだった？はい、やっぱりでもロッキーとだから勝てるって信じてたので、
勝ててよかったし、なんかケンジャ結構今回役割が結構あって、うん、EX モードとかあったんですけど、うん、けなんかちゃんとみんなに迷惑かけないで戦えたかなって思ってよかったです。ありがとうございました。いや立派でしたよ本当に、ねえ、うん、刃の防御使ってるの見てびっくりしたよ、ね、みんなでね。ねえ、でもみんなうまかったんですけどもね。さあそして日高どうでしたか。みんな上手くなったよね。また泣いてる。いやあの本当昨日のリハで負けたのもなんかリハで戦ってる時に椿さんがあリリーすごい上手になったねって言ったセリフで俺うるっときちゃって画面がにじんで負けたんですよ。いや確かにだいぶね、日高ばっかり落ちてた感じですね。そうそう、ずっと日高ゆかペロしてて、私その後椿さんのせいですよとかって言われて、はい、あすいませんみたいな。いや本当に良かったです。はい、はい、よかったね。改めましてね、卒業おめでとうございます。おめでとうございます。さあそれでは、はい、表彰式に移りたいと思います。皆さん前の方にご移動お願いします。前の方にお願いいたします。では堀井さんよろしくお願いいたします。陽介さんもお願いいたします。堀井さんから表彰状の授与が行われます。まあね、ロッキーはちょっとね可愛らしい感じがあるということで、はい、卒園なんてね言ってましたが、いや立派なもんでございましたよ本当に。そうです ね、本当に卒園っていうには惜しいぐらいな立派な戦いぶりでございました、はい、さあそれでは公平から一人ずつ、はい、お願いいたします。どうもおめでとう。速道の書高野公平殿、貴殿はドロンキャスト10第6期初心大使の一員としてドロンキャスト10のプレーに熱心に取り組み、初心者プレイヤー のみならず多くのプレイヤーを感動させることに貢献されました。感謝するとともにその後を答え心を称します。2018年2月10日ドロンキャストスタッフ一同堀井裕二、はい、おめでとう。おめでとうございます。公平はね、もともとちっちゃい頃からモンスターズの大会なんかもね出てたんですね。ゲーム好きで、はい、はい、公平おめでとう。さあ続いて海野おめでとう。これはじゃあ私から引き続き、はい、ドラゴンクエストで遊んでください。おあこちらもサプライズで、あ、ヨースピからはい、はい、おぜひこれからもドラクエード遊んでくださいということで、はい、使ってくださいね。はい、はい、じゃあ海の前に、はい、卒業の書高村海の殿以下同文おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとう。ねえ、僧侶は本当に大変だけどね頑張ってくれましたよ。最近お仕事お忙しそうなんで、俺もそうなんだけどドラゴンクエスト10はリラックスできるからいつもまたたくさん遊んでください。はい、はい、おめでとうございます。おめでとう。おめでとうございます。さあ続いてはリリーお願いします。泣いてください。卒業の書大城リリカ殿以下同文おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ね、沖縄から出てきたばかりで、はい、ね、若干19歳。正直リリちゃんは初め大丈夫かなって思ってたけどここまで上手になると思ってなかったんで、これからもたくさんドラゴンクエスト遊んでもらえたら嬉しいです。おめでとうございます。おめでとう。おめでとうございます。さあでは最後、はい、日高、はい、卒業の書日高殿以下どうもおめでとうございます。おめでとう。日高おめでとう。あ、 M1 頑張ってください。そう本業ね本業。おめでとうございます。はい、
それぞれに卒業証書が渡されました、はい、ねえ、ニコニコ生放送でも温かいコメントがたくさん来ています。これからもトラック楽しんでねとか、小学校に行っても頑張ってねとか、ね、いろんなまだまだ長いですからね。そう、まだまだ長いですから ね、はい、ということで、はい、では卒業を迎えて、うん、今までの行動を振り返っての感想を最後ね一人ずついただきたいと思います、はい、ね、公平6期は、ね、初心者大使どうでしたか。本当に泣くとは思わなかったでも5ヶ月間3人と一緒にドラクエ10プレイできてよかったです。本当にエンジンみたいな感想になってるでもこれから先も5年後も10年後もおじさんになってももうおじさんだけどもっとおじいちゃんとかになってもみんなでずっと一緒に仲良くいれたらなっていうふうに思ってます。2018年1月、まあ2月ですか、史上最強の大寒波なんていうふうに言われておりますけれども僕にとっては今までの中で一番暑い冬になりました。皆さん本当に応援ありがとうございました。そしてラリルレ6期をこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ファイヤー、あったかくしてくれてありがとう、ね、本当に ありがとう。ファイヤーは概念だった。はい、じゃあ海野。はい、第6期初心者大使川村海野です。始めた時はこんなにゲーム楽しめると思わなかったし、ドラクエ10ってすごい面白いゲームです半年経ってすごい思います。ゲームやったことなくても毎日が大変だったりとか、お仕事大変だったり学校大変な人もいると思うけど、すごい楽しいです。あったかくて優しくて幸せな世界です。その世界に私を入れてくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。おめでとう。さあ、じゃあリリー。はい、ドラクエ10第6期初心者大使の大塩リリカです。約半年、約5ヶ月間まさかこんなにドラクエにハマってここまで成長できるとは自分自身全然思ってなかったんですけど、やっぱり本当に6期のみんなや私に関わってくれた皆さんが私を受け入れてくれて、ここまで成長させてくれて、約5ヶ月間本当にいろんな思い出ができました。6期でボスを倒して、6期でこの場でステージで卒業ができてすごく幸せです。ありがとうございました。おめでとう。おめでとう。はじめだって配信すら怖がってたもんね、うん、分かんなかったもんね。さあ、そして日高。はい、本当にこの半年間本当に自分の中でものすごい一番濃い半年間で、なんていうかこう仲間に出会えたことがまずこんなになこんなに大好きになれる人にこの年になって会えると本当に思ってなかったし、トラクエの配信もリスナーさんもすごい温かくずっとついてきてくれて、奥さんにも迷惑かけたりいろいろ大丈夫大丈夫、ね、泣きすぎて奥さん大爆笑してたもんね本当にドラクエに出会うのがこんなに遅くなったことをちょっと後悔してしまうぐらい今すごく幸せです本当にありがとうございますあと今日19時から大塚で事務所ライブがありますのでよかったらお願いしますありがとうございました、ね、はい、ありがとうございました。そちらでは笑いを届ける、はい、ということなので大事な仕事です。はい、はい、ということで見事卒業ということで、はい、皆さん改めまして今一度大きな拍手をお送りください。いや、よかったですよね。あんなけ壮大な9分に及ぶ VTR を作って、本当ですよ、あの V スタッフ一度負けてしまってちゃんちゃんっていうのはなかったですからね。本当に竹岡さんがだって昨日終わった後、はい、椿これ
本当に負けたらどうなるんだ。そうなんですよ別に台本の進行にも負けた時のこと何にも書いてなくて書いてないんですよ。どんだけ信じられてんやっていうねでも泣きのもう一回はありますって言われてたから、ね、ああなるほどなるほど。でも本当それぐらいで分かんないかったから、はい、ギリギリの戦いで本当に、はい、そうなんですよね。はい、ということで見事卒業となりました、はい、第6期初心者大使のラリルレ6期の4人なんですが、ここまで見守ってきた皆さんも卒業を迎えてから一言ずつ改めて、まあ、メッセージというかエールというかいただきたいと思います。じゃあ堀井さんから6期のみんなへのエールお願いします。本当どうもおめでとうございますね、すごい頑張ったし、本当ね、ドラゴンクエスト、作ってから32年上がって、3出てから30年経ってもこのようにね、みんなにね、泣くほど感動してもらえて、プレイしてもらえて、本当嬉しいです、光栄です。これからもね、よろしくお願いします。頑張ってください、本当にね。ありがとうございます。ありがたいお言葉いただきました。さあ、続いてじゃあ、ヨースピから。はい、まあ、6期としての、初心者大使の活動は、卒業なんだけど、ドラゴンクエストテーマこういった形の皆さんとお会いするイベントたくさんあるので、そこにはですねぜひもちろんお仕事の都合が合わなければねしょうがないんだけど、なるべく来てもらいたいなと思うので、今後ともよろしくお願いしますということと、今日夜日高が事務所でライブありますんで、はい、ぜひ日高のツイッターチェックして今日お時間ある方遊びに行ってあげてください本当におめでとうございます。おめでとうございました。さあでは安西先生からも一言お願いします、はい、私結構涙もろいんでだいぶやられちゃいました確かに我々開発者はですね、ドラゴンクエストとして一人でも多くの人に遊んでほしいと思って常日頃開発してるんですけれど、まあ、そういう意味で本当に今まで全然ゲームやったことなかったうみのちゃんとかリリーちゃんとか本当にやってくれて嬉しいなと思ってますし、日高君奥さんと一緒にやってくれて本当に嬉しく思います。後編ねすごい一生懸命やってくれて、いけるところまで行ってください。本当におめでとう。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。さあそして青山さんからも一言お願いいたします。はい、私はそうですね、今まで第5期までは画面越しに見てたんですが、第6期とはだいぶリアルで会ってたので、ちょっとこの卒業試験もう正直なところでねほっとしたってところですね。よかったです。本当昨日負けた時はしかもねEX モード の赤まで行ってね負けてたんで、すごく安定してたんですよ昨日も。実は赤まではだったのですごい不安だったんですけど、本当良かったです。本当おめでとうございます。ありがとうございます。良かったです。はい、そして竹岡さんもいただきたい。そうですね、僕もまあまあMC という立場で、結構もうねずっと初めてこうやって結構長い間追いかけてきて、でもまあ僕はその、スクエアエニックス側でもないですし、すごくフラットな、立場でずっと見てて、でもやっぱ収録前であったり収録後っていうところのなんか6期の熱い気持ちっていうのがすごく感じられて、で本当にやっぱり VTR が9分で良かったなって初めの方にすぐちょっと涙が出てしまってなんとか乾かさなみたいな感じで、で僕だけかなと思ったらやっぱニコ生の、ご覧の皆様であったり会場の方も、結構涙を流せる方多かったんで、やっぱこういうなんかオンラインゲームの素晴らしい形なんなというのがありましたね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。では、はい、はい、そうですね、まあなんか本当になんだろう、6期があるのは本当に初代2期3期4期5期のみんなが本当に大使という、まあ、コンテンツもそうですし、はい、手をこう温めてちゃんと育ててくれた先輩たちのおかげでもあるし、本当に大使みんなが本当に何だろう、ね、自分の、まあ、子供ありって言ったらそんな感じじゃないですけど、なんか、ね、家族のように一人ずつみんな大好きなんだけど、ロッキーは本当にね、なんかね、一番心配した気がする。いい意味のね。そうそう、初めはしっかりしてると思った。浩平もなんかちょっとふわふわしてるし、全然目的地たどり着かないし、大丈夫かなとかもあったし。ね、海野もね、なんか配信始めてみたら、なんかオタク話ばっかりしてるし、大丈夫かなとか思ったりとかね。ね、リリも初め配信すごい怖がっちゃって、配信続けられるかな、この子とかね。思ったりとか心配したり、日高はいつも泣いてるし。ね、大丈夫かなと思ったけど、こんなに立派な、ね、卒業式を見せてくれて、ね、本当に感動しました。これからも、ね、
大使の先輩大使ともそうですけど、私ともまた一緒に遊んでください。卒業おめでとうございました。おめでとうございました。ね、今日番組を見てる皆さん、会場に来てる皆さんもね、テン知らない方いたらぜひ面白いゲームだよって進めてあげてください。お願いします。ね、まああのこれね、あのドラクエ10をやってない方は何の番組やってんからっていうねなんで急に泣き出してるんだよ、ね、ほぼ泣いてるやんみたいなね、なるんですけど、面白いゲームなのでね、まあそれぐらいね、いろいろ感じられるっていうところでございますね。そうなんですよね、日高も言ってたけど、10やってなかったの損してたみたいなね、うん、なるほど、ちょっと言ってましたから、10だけはやったことないなんて今までのドラクエファンの方もぜひ手に取っていただけたらと思います。お願いします。さあということで、大使の卒業も無事決まったところで、そろそろこのステージもお別れの時間が近づいてまいりました、はい、ではちょっとね、感想ばっかり伺ってるんですが、はい、6期のみんなにじゃあこれからどんなことしたいかなんていうのもね、せっかくなのでちょっと一言ずつ感想がてら伺ってまいりましょう、はい、じゃあ6期のみんな、じゃあ後編これからの目標なりなんなり一言ね、最後の今日の番組の感想も踏まえまして聞いてみましょう、はい、そうですね、これで終わりじゃないですから。そうなんですよ、ね、はい、そうですね、まあ、今日をもって、ラリルレ6期は、まあ、任期を終えて卒業という風になるんですけれども、まあ、ここからラリルレ6期もバージョン2に入り、終わらないドラクエ、終わらないラリルレ6期をこれからも見ていただけたらなと思っております。そうですね、じゃあ最後にちょっと僕一個やりたいことがあって、やろうやろう、いいですか、はい、僕が3、2、1って言ったらみんなでファイヤーって言ってくださいまあまあまあ、はい、コメントも、はい、ファイヤーって言ってください。もうこれ卒業なんで言ってくださいね会場みんな見えてっかんね見えてっか、ちゃんとやれよ、行くぞはい、今まで本当にありがとうございました。そしてこれからも、よろしくお願いします。3、2、1、ファイヤー、ありがとうございます。やべ、めっちゃ嬉しい、ありがとうございますさあ、じゃあみのすごい、はい、もうこの話の後に私話すと何話したらいいかぐらいで大丈夫大丈夫、いや本当に皆さんありがとうございます、これからもよろしくお願いします。なんだろう、何の話したらいいんだろう、これからの目標とかこんなことしたいとかね、ですね、私本業が女優とかをやらせていただいております。今 ANA カードの CM がオンエアされてますので、ぜひそちらの方とか見ていただいて応援していただけると嬉しいです。それと同時にドラクエ10もまだまだ続けていきたいと思いますので、そちらの方もぜひね応援していただけるととっても嬉しいです。皆様、本日はご足労、パソコンの前にいらっしゃる方も見てくれてありがとうございました。バイバイじゃなくて、またね、またねリリー、はい、皆さん今日は本当にありがとうございました。今後ともラリルロッキー終わらないし、ずっとずっと一緒にいたいなっていう仲間なので、これからもドラケみんなで一緒に楽しんでいって、リリー自身ももっともっと成長していきたいと思うので、皆さんこれからもよろしくお願いします。よい、ありがとう。はい、ありがとうございました。僕もゲームの中でまだまだやりたいことたくさんあるので、それでこのタイミングでアストルティア創世記という素晴らしい本をゲットしましたので、ちょっとより深いところまで、突き詰めていきたいなと思います。とりあえず昨日今日、この辺の練習でたくさん使った世界中の歯を補充したいと思いますはい、ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、ありがとう。メダル集めも頑張ってください。そうですよ。さあ、では青山さん、今日の感想お願いします。はい、今日ロッキー良かった、本当良かったと思います。で、ちょっとあれですね、今日は、ドラゴンクエスト3の30周年ということで、私ドラゴンクエスト3が初ドラクエなので、そうなんですね、すごい思い入れがありましてですね。なるほど。ぜひゾーマの、今今日から始まったあと3日4日だけやってるゾーマの、対戦はルイーダの酒場に入って写真撮るだけでもアイテムはもらえるので、勝たなくてもいいので、はい、ぜひぜひやってください。オルゴール、はい、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。あやまさんのおかげでロザリオすごいね発動してましたからね。はい、はい、さあ、そして安藤先生。はい、手短に、今日この時間を一緒に過ごせて本当に嬉しく思います。長い時間どうも本当にありがとうございました。小さい子もありがとうね。ありがとう、ね、ちっちゃい子もいるんですよ。どうもありがとうございました。ありがとう、安藤先生、ありがとうございました。さあ、そしてヨスピー。はい、今日、会場にお越しの皆様本当にありがとうございます。
ニコニコ生放送でご覧の皆様はおそらく東京に出てこれ来づらい場所でドラゴンクエストで遊んでくださっている方も多いと思いますので、全国は難しいんですけれども、なるべく今、今まで行ったことがないところを回って皆さんにご挨拶できればと思ってやってますので、今ちょうどどこだったかな、どこ、熊本あたりの応募があって、次、金沢とかの応募もしていると思うので、もしお近くの場所であればぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。本日ありがとうございました。はい、遊びありがとうございました。さあ、そして堀井さん、最後に一言お願いします。今日はどうもありがとうございました。でね、僕実はこの後ですね、東京駅行って新幹線で淡路島行きます。はい、なんとですね、明日淡路島でドラゴンクエストのコンサートやります。はい、新幹線先生も来てくれます。でね、ニコ生見てる人の中には見に来てくれる人がいるかもわかんないんで、はい、また明日会いましょう。ではどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、じゃあ竹岡さんからも感想お願いします。そうですね、本当にこれからも、楽しんでいきたいと思います。はい、あと布ちゃんもいたっていうことで、ああ本当だ、はいはいはい、ご紹介しておきましょう。はい、ね、応援ありがとうございます。ありがとうございました。はい、では最後、椿。はい、いやいや、私もね、卒業立ち会えて楽しかったですし、はい、改めてね、みんなとまだまだ楽しんでいきたいと思いました。はい、トピアス楽しみです。皆さんありがとうございました。はい、じゃあヨシピ、最後プレゼントは、無事にロッキーが卒業できたということで、応援してくださった皆様にプレゼントの呪文をご用意しました。こちらです。ずっと仲良く、うわー、いい写真。これね、アンデさん、これから多分みんなが欲しがる超元気玉、ね、6期分あげます。なるほど、超元気玉を6期分6期分、はい、間違ってないよね。はい、そうです。6個、はい、超元気玉を6期ということで、はい、6個という方になります。はい、ありがとうございます。はい、はい、皆さんゲットしてください。はい、超元気玉の全員がね、そうですね、仲間モンスターも増えますんで、はい、皆さんぜひ使ってください。はい、はい、ということで、本日は最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。超 DQ10TV のステージはここまでとなりますが、この後も明日も東海議2018、皆さんお楽しみください。ではまた次回の DQ10TV でお会いしましょう。さようなら。ご来場ありがとうございました。ありがとう。スペシャルサンクス斉藤 V。 ロッキーおめでとう。おめでとう。